岩本氏お墨付き、日ハム戦力の底上げに成功。日本ハムファイターズ無事戦力の底上げに成功する。日本ハムが下位打線の奮起で勝利、岩本氏新しいファイターズの戦い方だと感じている。ロッテの佐々木朗希投手と対戦した日本ハムは下位打線の奮起が光った。下位打順で出場したのは7番谷谷、8番水野達樹、9番細川洋平。チーム9安打のうち6安打を放つなどチームの勝利に大きく貢献した。てかマジで戦力の底上げができたな。これ去年なら下位打線が爆発なんか 200% なかった。クリーンナップ冷凍状態で勝ち越しだもん。ヒットこそ全然出てないけど、1から6番の威圧感が投手にプレッシャー与えてるおかげで下位打線が思い切りよく打ててる気がする。まあ上位打線は上げてきてくれるやろ。上位打線と下位打線の決定的な違いは相手投手に球数を使わせることやな。上位打線簡単に追い込まれて 3,4 球で凡退、下位打線追い込まれても粘って 7,8 球まで耐える。この違いを分かってくれ。アリエルもそうやけど、良いバッターはフルカウントまで粘れる。改めて説明されると納得。アウトになるバッター全員がフルカウントまで粘ったら、単純に6球 ×3 人18球、5回で99ファールや出塁もあるだろうから、実際は100球超え。まあそううまくいかないだろうけど、今の上位打線見てると選球眼あって、月通も少ない清宮が恋しくなる。分損は絶対にこれからも必要機能だって。月通にはなったけど、あの時の1点がなければどうなっていたかわかんないし、彼は仕事してるよ。成績に残らないチームのための自己犠牲って、ああいうのなんだよな。万波も最低限くらいしてほしい。分損は打撃については最低限やってくれてる。守備はもう今川が打たなきゃ帰ってこれないくらいすげえ。明日タミヤがどうなるか読めないな。昨年レフトしてるからそこに入る可能性もあるし、3連戦フルでマスクかぶったから無理させずにベンチ待機させておく可能性もありそう。タミヤが好調とはいえ3連戦出場したし、南東派のサチヤのリードはよく知ってる。伏見に任せるというのも考えられるから、どういう試合展開を想定するか次第かな。タミヤは控えでも代打代走、保守守備固めと何でも使える貴重な控えとして機能できる。保守要員は軍事や丸もいるから、タミヤは控え保守でも積極的に勝負どころで投入できる強みがあると思う。サチヤ降板のタイミングでタミヤと伏見入れ替わりとかありそう。高卒が出てくるにはやっぱ5年以上かかるもんだね。タミヤも北浦も時間かかったな。ケンスケや一人だってそうだったもんな。1年目に目をつけてた選手が打つようになって、心情的には今が一番楽しいだろうな。佐々木朗希相手に点も取れたし、負けなかったし、誰が来ても大丈夫でしょ感あるな。松本万波の守備も最高。ヒルマンで優勝した時の接戦に強い空気がある今年は、負け方も去年とは違う粘りがあったな。今年は楽しめそうだ。9回で負けてたからサウナ行って帰ってきて、まあ一応結果だけ見とくか。は？逆転勝ちしてるやん。シーズン初対戦のカードから9回逆転なんか見せられたら信じたくもなる。気が早いとは思うけど、試合ない月曜日に気分いいのはええこっちゃ。さあついにエスコンでホーム開幕戦を迎える日本ハムですが、開幕カード勝ち越しの勢いそのままに楽天にも勝ち越しを見せてくれるのでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。